ハードルが高く感じるかもしれないですが、意外とコーディネートでも使いやすいですし、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では春に活躍するパーカーコーデをですね、皆さんに具体的に3つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。僕はですね、結構パーカーが好きでいろんなものを持ってるんですが、その中でもですね、今回は特によく使うですね、3つを持ってきてみました。まずはダークグレーですね、濃いめの色と、あとは中間的な色合いの、これはグレージュと呼ばれるような色ですね、ベージュとグレーの中間ぐらいの色合いになっています。そしてもう一つはホワイト系の明るめのパーカーになるんですけども、この3種類を使いながら、まあ、僕たち大人世代はどのようにですね、パーカーをコーディネートすればいいのか、このあたりについて具体的に解説をしていきたいなというふうに思っています。ちょっと前まではですね、パーカーというと僕ら世代にとってはなんかちょっとダサいなとか、部屋着感があるなとか、あとはカジュアルすぎるんじゃないかというイメージが強かったと思うんですね。ですが、ここ数年このパーカーというアイテムがですね、トレンドアイテムとして様々なショップで取り扱われるようになったですね。ですので休日の男性を見ていると結構パーカースタイルの方が増えたんですが、ただこのアイテムというのは先ほどもお伝えした通り、やっぱりカジュアルなイメージがあるものなので、使い方とかどう合わせるのかがとても大切なので、今回ご紹介する3つのスタイルを土台としながらですね、ぜひパーカーのスタイルというものをですね、大人っぽく皆さんには着こなしていただきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらですね、この動画の下にリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。まず一つ目はこちらですね、ダークグレーのパーカーを着ています。まあ、サイズ感に関しては、最近のパーカーというのは、ピタッと着るのではなくて、少しゆったりめ。このサイズ感が僕はですね、一つのテーマになるのかなというふうに思っています。こちらはですね、2年前に買ったエストネーションのオリジナルのものなんですが、結構ですね、サイズ感としては適度なゆとり感があるので、個人的にもすごく気に入っています。濃いめの色ではあるんですけども、今回は内側にですね、シャツを覗かせることで、少しストライプをですね、このように覗かせるようにしてるんですね。このシャツが見えることで、少しですね、明るさを足すこともできますし、着こなしのアクセントとしても取り入れることができるので、ぜひですね、カジュアルなパーカーを使うときには、内側にシャツを入れるというテクニック、これはですね、皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。その際に意識していただきたいのは、シャツの着丈はやや長めの方がですね、ちょっとしたアクセントになりやすいかなと思っています。まあ、今回僕が内側に着ているのは、今季のプラス J のですね、スタンドカラーシャツなんですけども、こちらは S サイズなんですけども、少しゆったりめで着丈が長いので、重ね着の際にもですね、このようにちょっと出るんですね。それがかえってバランスがいいかなと思っています。今回のようにパーカーだとか、あとはスウェットだとか、ニット、その下にですね、シャツを入れて、少しだけ覗かせる、このテクニックというのはですね、割とメンズファッションの中ではよくやられるものなので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。そしてボトムスに関してはですね、今回はブラック系のスラックスを合わせています。こちらは今季のユニクロ U のレギュラーフィットテーパードパンツなんですが、このようなパーカーというのはかなりカジュアルなアイテムなので、そのアイテムに対してどんなボトムスが合うのかをいろいろ考えてみたんですが、僕はですね、ブラック系のパンツが鉄板なんじゃないかなと思っています。まあ、選択肢は2つあって、1つは僕が今履いているようなスラックス系ですね。こちらの方がセンタープレスが効いているので、より綺麗めな印象になるかなと思うんですが、それ以外にはですね、ブラックの細身のジーンズですね。このようなブラック系のパンツを合わせることで、パーカーのカジュアルさというところを和らげてあげると、すごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。そして足元なんですが、僕は今回ですね、レザースニーカーを合わせています。ホワイト系のもので少し明るさを取り入れてあげると、今回のコーディネートにはバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、パーカーがカジュアルなので、足元をきれいめにするのもなしではないんですが、スラックスに対してレザーシューズだと、どうしてもですね、ビジネスライクな方向に触れすぎてしまうので、僕はスニーカーの中でもきれいめな部類に入る白レザースニーカーなどをですね、合わせるようにしています。このようにパーカーをメインとしたスタイルの場合には、シャツを合わせてみたいだとか、スラックスを合わせてみたいだとか、まあ、スニーカーの中でも綺麗めに見える白レザースニーカーを合わせてみるだとか、パーカー以外のアイテムで綺麗さを取り入れてあげると、すごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですけど、今回はですね、グレージュのパーカーを内側に着てみました。
この色はですね、適度に明るさが漂いながらも少しグレッシュな雰囲気があるので、大人の男性にも似合いやすい色かなというふうに思っています。このパーカーに対して今度はですね、上に1枚羽織っているわけなんですが、今回はですね、ジャケットを着ています。まあ、こちらのジャケットというのはタイトなシルエットではなく、少しゆったりめのダブルになっているんですが、このような軽い仕立てのジャケットで、なおかつサイズ感に少しゆとりのあるものであれば、意外とですね、パーカーと組み合わせてもバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなというふうに思っています。僕自身ですね、以前はこのようなジャケットとパーカーの組み合わせはよくやったんですが、久々にやってみたところ、結構新鮮な感じがしましたね。ジャケットというのもここ数年はタイトなものが一般的だったんですが、最近は少し緩めのシルエットのものも出てきてますので、そういったものとパーカーを合わせるとですね、すごく旬な着こなしが完成しやすいかなと思うので、これはですね、万人向けのコーディネートではないんですが、ファッションが好きな方だとか、トレンド感を着こなしの中に取り入れたい方にはですね、おすすめできる着こなしになってるかなと思っています。で、色合わせのポイントなんですが、内側のパーカーがグレージと呼ばれるような、少しですね、グレー感のあるものなんですけども、その上にですね、ダークグレーのジャケットを着ることで、一応ですね、色の雰囲気というところをある程度まとめてあげると、すごくですね、バランスが取りやすいかなというふうに思っています。これはネイビー系でも使うことができるテクニックで、例えばネイビーのジャケットに対して内側は淡いブルー系のシャツ、このように同じ色の系統で濃淡を出してあげるとすごくバランスがいいので、こういった色合わせのテクニックもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。で、下半身はですね、今回も手抜きで申し訳ないんですが、先ほどと同じですね、テーパードの効いたスラックスと白のレザースニーカーですね。結構ですね、下半身は同じでも上半身を変えるだけで一気に印象が変わるので、このような形のコーディネートもですね、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト3つ目のコーディネートなんですが、個人的にはですね、このスタイルが好きで割と最近はよくやってるんですね。内側に着てるのはホワイト系のパーカーになります。こちらは今季のユニクロのものなんですが、肌触りがめちゃくちゃ気持ちいいんですね。もちもちした感じで、これは着ていてストレスがないので、ぜひ皆さんもですね、一着は持っておいていいのかなというふうに思っています。ホワイトのパーカーというのはなかなかですね、ハードルが高く感じるかもしれないですが、意外とコーディネートでも使いやすいですし、白ニットの延長線上のアイテムとして、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思っています。特に春夏の着こなしにおいては、どこか一点だけでもいいので、ホワイトのようなパキッとした明るいものが入ると、一気に季節感というものが漂いますので、ぜひですね、白パーカーというものはユニクロからトライをしていただきたいなというふうに思っています。そして外側に羽織っているのがシャツアウターですね。これは昨年グリーンレベルで買ったものなんですが、なかなかトレンド感の溢れるアイテムで、僕自身も結構気に入ってカジュアルで使うことが多いです。まあこのように襟がついているのと大きめの胸ポケットがついているのが、まさにですね、シャツアウターの特徴で、これはすごく使い勝手がいいですね。今年も似たようなものがですね、店頭に並んでいるので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思ってるんですが、このようなパーカーとシャツアウターの組み合わせというのは、すごく旬な着こなしにもなりやすいですし、パーカーが持つカジュアルさをシャツアウターのちょっとした小綺麗さである程度バランスを取ることができるので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなというふうに思っています。そして色合わせなんですが、この外側に着ているシャツアウターはネイビー、そしてパーカーが白ということで、このですね、ネイビーとホワイトの組み合わせというのは、春夏には特にですね、清涼感があってバランスがいいかなと思ってますので、ぜひですね、トライをしていただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスと靴は相変わらず手抜きで申し訳ないんですが、先ほどと同様のですね、スラックスと白のレザースニーカーを合わせています。僕はですね、本当に私服は手抜きが多くて、ボトムスと靴の組み合わせがこれがすごく多いですね。特にボトムスに関しては、スラックスを履くか、ブラックジーンズを履くか、この2択しかなくて、あとは靴を変えるぐらいなんですね。今は白レザースニーカーを履いていますが、これがブラック系のエアマックス97になったりだとか、あとはニューバランスのスニーカーになったりだとか、靴を変えながら下半身のイメージを変えるということはよくやるんですが、結構ボトムスは固定して、こういったブラック系のものを合わせることが多いんですね。特にパーカーのようなカジュアルなスタイルに対しては、こういったブラックで引き締めるのが一番簡単で楽なので、その点も含めて頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、ということで今回の動画では大人のですね、春のパーカースタイルを具体的に3つご紹介させていただきました。シンプルにパーカーを単体で楽しむスタイルですとか、あとは重ね着ですね。今回初めて皆さんにご提案したジャケットとの合わせであったりだとか、あとはシャツアウターとの合わせというのもすごく新鮮だと思うので、ぜひ皆さんもですね、気軽にトライをしていただければなというふうに思っています。パーカーはですね、いろんなお店で売ってるんですが、まずはユニクロからトライをしてみるのでもいいかなと思いますし、もう少しですね、着慣れてきたら価格帯を上げてみて、セレクトショップのオリジナルですね、こういったものを選んでみるのもいいかなと思っています。僕が一番最初に着ていたのはエストネーションのものでしたし、2着目に着ていたのはエディフィスのものになるんですが、こういったセレクトショップのオリジナルのパーカーというのはですね、かなり素材の質感もいいですし、シルエットもまた綺麗なものも多いので、ぜひですね、ユニクロの次の一手として頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、ベーシックで使いやすいアイテムですとか、コーディネートについてどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。